中日生え抜き OB、もう監督して期待できる人物が、井端、しか残っていない。最後の砦や、門脇下げて林を持ち上げた奴に言うほど二遊間再建できるか？荒木でええやろ。コーチャーとしては無能やないか？ホームランバッターがホームランを打ったら、お前の役割じゃないだろとか言って指導しそう。誰がやっても立浪よりええやろ。マイナススタートだから誰来ても気楽よな。生え抜き指導者育てる気が感じられんわ。ガッツに謎に3年も2軍監督やらせたりしてるし。生え抜き？指導者目的で取ったのに無能すぎただけやろ。理知的な解説する平田がフロントに回ったら、どこまで立て直せるかみたい。派閥争いで疲弊しそう。うまい立ち回りはできなさそうやな。ビシエドへの差別的なやじに切れるやつやし、井端とか渋い系の選手だったやつは期待できん。そういえば三冠王3回の落合ってド派手やな。辻はまあまあ良かったやん。権藤でええやろ。天国の森道もにっこりや。権藤さんあんだけ解説席で苦言呈してるのにちっとも良くなってないからな。立浪は弱いって泣いてくれる人やし、もうこのおじいちゃんに期待や。アンダー12でアメリカ人のパワーに衝撃受けて息子に理想を押し付けようとした話は草だった。井端はアンダー12監督での振る舞い見てるとダメそう。小言言ってばっかじゃ若手はついてかないだろ。シュニドラについてよく知らんのやけど、落合の弟子的な薫陶を受けた選手っておらんの？それこそ井端やろな。同じ静岡だった荒木森野は愚直に落合についていっただけだから指揮は取れなさそう。井端ベンチでずっと喋ってたのは井端。立浪の後に井端は地味すぎるわ。客減るやろ。史上初のダブル監督で洗い場とかダメなん？井端にやってほしいけど井端でも再生は不可能と思うで。井端はめちゃくちゃうまく立ち回ってるから、よっぽど状況変わらないと監督受けなさそう。